広がっていってるんですよ、うん、だからそういうことから聞いて今日ここ来たって方もいると思うんです。あの最近ねお医者さんからの紹介でって来る方が非常に多いんですよ。だからどれだけ浸透してきたかってやっとね10年以上経ってやっと分かってたの、あのやっと感じてきたと思うんですけど、うん、内科のお医者さんとかがね一番紹介してくれますね。総合病院にいる内科のお医者さんがご紹介してくれる方が非常に増えてます。お笑うところなんですけどねじゃあ自分の病院に正規があるんじゃないのって分かっていただきました。これ治ってほしい方いるんですよ。だから 治したいなと思っている。であとね、いろんなお医者さんたちと一緒に、日本の医療ですね、さっき言った西洋医学じゃなかったりとか、まあ、欠点がいっぱいあったりとかするんです。いい点もあるわけですけど、でそういうことを患者さんたち一般の方知らないと辛い思いするのは患者さんじゃないですか。なのでそういうことを知っていただこうということで活動として月に1回講演会、はいですね、1ヶ月1回で一緒にいろんな